おはこんばんにちは。ということで本日ソムリエ鈴木がこちらのワインを紹介させていただきたいと思います。こちらも紹介したくてもうしょうがなかったんですよね。もうねこれ去年から入っててめちゃくちゃ人気なんですよ本当に。まあロードのワインめっ、まあ、取ってすごく取り扱ってますね。なんですけれどもロードのワインやっぱり外れがないっていうのと、特に今回意外だったのは白めちゃくちゃうまいです。ということで紹介します。ブルーノティエリです。しかも今回めちゃくちゃ、あ、ごめんなさい、とてつもなくお安くなっております。税抜き1000切っております。999税抜きで、ね、販売しております。白はねずっと去年からもやってたんですけど、あの新しいヴィンテージだった、はい、白めっちゃうまい、色も濃いね。白去年相当安かったんです。1296円ぐらいで出してて、それでもうすごい安いって言われてた。999円なんでめっちゃ安になったね。決算特価です。インポーターの色も結構いい感じに濃いんですよね、うん、まああの南っぽいロールっぽい色合いが、ね、ロールっぽくて、まあ本当に若くて元気なっていう感じの色合いがしてます。塩性も結構しっかりしてますね。いいですね。香りも爽やかなんですけど、あのアルコール感っていうんですかね、こう鼻がちょっとツンってくるぐらい、まあ非常に強い香りっていうのも感じられます。爽やかですごく芯が取っている香りです。うん、リンゴ、桃とかすごい熟した香りがプンプンしますね。うん、うまいんだよこれ白、いいっしょ、めちゃくちゃうまい。ザ・南仏の白っていう味わいです。どういうことかっていうですね、やっぱり非常に爽やかな、サッて酸味も非常に効いている。で、アルコールもすごいしっかりしてるんで、コクも味わいの中にある、すべて兼ね備えた白ワインです。これ999円、めちゃくちゃ安いんで。続きましてロールの塩なんですけど、去年ですね、実は、あ、ごめん、赤なんですけど、去年 GSM っていうのやってて、あのグルナッシュ・シラー・ムールベートルの略で、うん、今回ロールにしました。で、理由ね、 GSM はね、リアルワインガイドで旨安賞を取ってるんですけど、こっちのがね、スーって飲めてバランスが良くて、今飲むんだったらこっちの方がいいなっていうので、こっち選んだんですけど、これは初入荷です。価格は999、999、全抜きです。あ、うん、確かに色合いがですね、そんなにロールの赤でぐほど濃くはないですね。濃いは濃いんですけど、まああの、まあ若干ですね、少し淡い感じがして、バランスのいい色合いっていうんですかね。はい、香りも非常にあのスパイシーな感じもするんですけれども、あのスミレとかっていう花のフローラルの香りと、あとまああのブラックチェリーとかちょっと濃い感じの、黒い果実感っていうのもすごい、香りからスプファッと来るような感じがします。飲みやすい、非常に飲みやすい。そう、飲みやすい、マジ飲みやすいんですよ、うん、スーッていけるでしょ。スーッていけるんですけど、ただスーッて終わらないんですよね。ちゃんとスパイスな感じと、うんうん、あと、もう果皮をまとった黒い、あの、なんですかね、こう、ぶどうの皮を食べてるような感じ、そうそうそう、黒い果実のしっかりした味わいとスパイシー感もあって、はい、で、あの、若い赤ワインに特有の、苦すぎるなとか、酵母っぽいなと、若いなみたいなのがもちろん感じるんだけど、スーって言って、えぐみがなくて、うん、そうですね、そうですね、そう、いけるんだよ、いけますね、いいでしょ、これはめちゃくちゃいいです。これ、こんなにバランスのいいロードワイン、あんまりないですね。そう、大体スパイシーか、それともこう、果実寄りでちょっと薄っぺらいような感じになるかっていうのが、まあありがちなんですけれども、これは相当飲みやすいです。これね、実はコートリロンの特徴なんですけど、ブドウをブレンドするんですよ、まあ、ボルドーもそうなんですけど、で、割と大きい会社が持ってるんですよ、ほとんど。で、醸造技術、これによって結構変わるんですよ。あ、そうっす。でね、そう、とにかくめちゃくちゃいいです。これ3桁で買えるのはマジで激安っす。